2004年の香港、ビクトリアピークからの長望香港の歴史では、香港の歴史を外観する。抗議の香港には、九流半島や深海を含み、地区ごとに主権が異なる時期もあったが、競技には香港島のみを指す。この香港島の南西部に香港語と呼ばれる湾に面した地区がある。観光客には海鮮料理船があるアバティーンとして知られるが、 昔は漁村であるとともに、ここに香木が集積されたところから、香港と命名されたと伝えられている。香港は、関東語では、ヒーイング・ゴング、ヒョンコンと発音するが、これを英語で、香港と呼ぶ由来は、アヘン戦争前に遡る。英軍が初めて、アバディーン付近に上陸した時、土地の名を知らなかった。そこで、地元の民に地名を聞いたところ、香港と言った。 これは、現地の担民の名で、香港といったのを記録したためと言われている。最高の記事で、石器が見つかったことから、香港の領域における人の活動は、旧石器時代にまで遡ると考えられている。5000年ほど前の新石器時代の遺跡がランタオ島、赤角、南島で発見されている。周辺のマエデルタ地域の遺跡との文化的、共通性があり、 タ山文化など中国北方の文化との違いが見られる。全214年、新朝が峰南上に軍県を設置すると中原王朝の支配を受けるようになり、当初はバン県331年から756年までは、宝安県757年から1572年までは、東岸県の管轄とされた。東大には、甲州が、 南海貿易の公易港として繁栄したため、乱闘寺今から対岸のトンガンを含む地域が軍隊の中東地、トンモ門ンと呼ばれて資料に品出するようになる。この頃から香港地区では塩田が開かれ、五代十国時代には南館による真珠採集も行われた。1563年、明朝は香港地区南端に水軍を設置。 1565年には三照を置いて、南カシュラ祭を統括させた。南カシュラ祭には、大正戦線53隻、官兵1486人が置かれ、1591年以後は、戦船112隻、官兵及び雑役2008人に増員している。1552年頃からは、九龍の地名が、資料に登場し、その後、 香港島の地名も参見されるようになった。1573年には中国新案件が新設され、県地は南頭に置かれた。設置時の新案件の人口は約3万4000人と記録されている。1517年にはポルトガル人が来航、トンモン島を占拠する事件が発生。明朝は1522年に高等海道復し 王を派遣し、ポルトガル人を駆逐している。その後、ポルトガル人は、ネーハ沖の、デアンポーに移り、やがてマカオに拠点を移している。第一次アヘン戦争信頼になり、公衆が開港されると、1699年以降は、イギリス東インド会社などが来航するようになり、1711年には、公衆に、イギリス召喚が開設されている。イギリスは、 茶葉の大量輸入に起因する貿易赤字に対応すべくインドからアヘンを輸出し販売を開始したがアヘンに輸入規制を推進する新朝とイギリスの間に紛争が発生した当時アヘンを取り扱った紹介の一つであるジャーディン・マセソン紹介の成長への政治的圧力を行いアヘンの販路拡大を目指すロビー活動によりイギリス国会は一票という金差で軍の発見を 決定、1839年にアヘン戦争が勃発、1841年1月20日にチャールズ・エリオット大佐率いるイギリス軍は香港島を占領した。そして翌年締結された南京条約により、香港島はイギリスに永久割上された。1895年頃の中間1910年頃の中間1843年6月、 初代香港総督にサー・ヘンリー・ポッティンジャーが就任、植民地としてのイギリス統治が開始された。さらに1856年に勃発。なお、1873年に日本の岩倉施設団が香港をしない見学しており、当時の様子が米欧海乱実記に記されている。そして、イギリスをはじめとした西欧列強による中国進出の圧力が強まる中、 イギリスは新潮に迫り1898年7月1日には、九流以北、新鮮川以南の深海地域の咀嚼に成功した。この地域の咀嚼期限は99年間とされ、1997年6月30日午後12時を持って切れることになっていた。中国大陸におけるイギリス資本主義の拠点となった香港では、イギリス政府による植民地統治機関である。 香港成長の下で19世紀末から20世紀初にかけて河南貿易の基地として発展する。1884年には法鉢に高架香港裁判会の競馬場が建設されてイギリス人の社交場となり、1877年には香港西医所院が創立され、1910年には総合大学である香港大学に発展する。 経済面では1865年に創設されたイギリス資本の香港上海銀行がその多くをイギリスが植民地統地下に置いていた極東最大の銀行に発展し地域通貨として初期には銀貨が使用され後の1935年には香港ドルが発見された1928年に 南京国民政府が成立すると、清市鋭間で締結された不平等条約の改定を目指したが、イギリス側が交渉に応じなかった。なお当時の中華民国と深海の国境線は解放され、中国人は自由な往来が可能であった。詳細は、日本占領時期の香港を参照急流駅付近でイギリス軍を制圧する日本軍。 ペニンシュラホテルで行われた日英軍の降伏交渉1941年12月8日にイギリスの植民地下にあったマレー半島のイギリス軍に対する日本陸軍の攻撃により太平洋戦争が勃発すると同日、堺隆中条指揮下の陸軍第23軍も同じくイギリスの植民地である香港のイギリス軍に対する侵攻を開始した。日本軍は 九流半島にあるイギリス連邦軍の要塞地帯のジンドリン・カーズラインを突破。12月13日には九流半島を制圧したが、その後香港島内でイギリス連邦軍は地の利を生かしたゲリラ戦法を行い、日本軍はこれに苦戦している。しかし、12月25日に香港島唯一の貯水場を奪われたマーク・ヤング、総督は九流にある。 イギリス資本のペニンシュラホテルに出向き、日本軍に降伏した。戦後イギリスの植民地に復帰して以降、香港成長はこの日を暗黒のクリスマスと呼んでおり、香港が中華人民共和国に返還、譲渡された現在もそのまま呼ばれている。イギリスの植民地であった香港を統治することとなった、日本は当初、イギリス政府が運営する香港成長に代わる、統治機関として、 坂井中将を長官とする香港軍政庁を設置し、1942年2月には磯谷蓮介中将を香港総督に任命して軍政実施した。日本軍政府はこれまでイギリスの植民地下で全てがイギリス式に統治されていた香港で脱イギリス化政策を実施し、これまでイギリスが香港における公用語としていた英語の使用を禁止して、 代わりに日本語の使用を指導した。上記のペニンシュラホテルを接収した後に、東亜ホテルと解消して、総督府を設置したほか、ネーザンロードのようなイギリス式の主要地名を、カトリ通りのような日本式の地名に解消し、イギリス職を払拭するよう努めた。日本軍は、1942年3月に、イギリス軍の専用空港であった、京都区空港の滑走路の延長など、 設備の拡充を行った。軍政府はこれまでの香港ドルに代わる貨幣として、軍票を大量に発行し、無計画に流通させたために、香港経済に深刻なインフレーションを引き起こした。さらにこれまで香港を支配していた、イギリス系企業や銀行が営業を停止したことや、戦時体制下で日本と戦闘状態にあった、中華民国本土との貿易が大幅に減少したのみならず、 イギリスの植民地が多くを占めていた東南アジアやオーストラリアなどとの貿易が完全に止まったために香港は経済的苦境に立たされる。その後日本軍の占領下の香港から70万人前後の中国人住民が中国本土に退去し占領前に160万人の人口を抱えていた香港は1945年8月の日本の降伏の時点では 人口が60万人程度にまで減少した。この3年8ヶ月間にわたる日本統治時期を香港では3年08個月と呼んでいる。なお、日本軍政府により発行された軍票は日本の敗戦に伴いイギリス軍の命令により無価値とされ、現在も日本に経済的保障を要求する香港人も存在する。 日本統治からイギリス統治への主権以上セレモニー中間のフェリーターミナル付近さ、厚紙の上海路第二次世界大戦後、戦勝国の一国として国連安保理の常任理事国となった中華民国は、イギリスに香港主権以上を要求したが、間もなく発生した国境内戦のため交渉は不調に終わった。国境内戦の結果中華民国の中国、国民党政府は、 台湾に逃れ、1949年には中国共産党による中華人民共和国が成立している。共産党政権の成立に伴い、共産主義に反発する多くの中国人が大陸から香港に逃れ、廉価な労働力を提供するとともに、スワイヤー、グループやジャーディン・マセソンなど技術と資本を持ったイギリスを中心とした外国資本や過人資本も、 上海から香港に本拠を移し、香港の経済発展に少なからぬ寄与をした。東京家やアンソンちゃんなど香港の家人エリートの中に、上海人が多いのも、このような背景による。この頃世界中のイギリスの植民地では、独立運動が活発化し、インドやマレー半島、アフリカ各地をはじめとする多くの植民地を放棄していたが、1949年以降香港に、 隣接する中国共産党政府率いる中華人民共和国は香港の主権を棚上げしたままイギリスとの国交樹立の交渉を進めその結果1950年イギリスは中華人民共和国を国家承認して国交樹立に動き中華民国とは台湾に駐在する領事館を残したこれは 西側諸国としては最も早い中華人民共和国への国家承認であった。これを受けてイギリス政府は将来の香港の主権移行先を今や香港から遠く海を隔てた台湾周辺を中心とした限られた地域のみを統治することになった中国国民党を率いる中華民国から香港に隣接する中国大陸を新たに 支配することになった中国共産党政府率いる中華人民共和国へと変更した。その後の冷戦下で発生した朝鮮戦争に中華人民共和国が介入して西側世界から孤立すると香港が中華人民共和国にとって西側世界との唯一の窓口となった。このような状況は1967年に起きた文化大革命の終焉まで続くこととなった。 文化大革命や大躍進政策などにより多くの人が香港に逃れた。これらの人により香港の人口は急増した。これらの人を逃げ校舎という文化大革命が起こると香港でも中国共産党の影響下にある住民を中心にした暴動が発生し、公衛兵が新鮮方面から越境し、イギリス軍や香港警察と 国境付近で小規模な銃撃戦が起こることもあった。さらに暴動を沈静化させる過程でデモ隊に負傷者が出ると、これに対する謝罪を中国共産党政府が香港政調に要求し、さらに人民解放軍部隊を国境付近に移動させるなどの恫喝を行った。しかし間もなく共産党政府のナンバー2で恩恵派の周恩来が、 長期的な利益から香港を回収しない方針を明らかにし、香港暴動は鎮静化した。戦前の香港は、イギリスの植民地支配下で、中国大陸と諸外国間の中継貿易港として発展し、香港成長は古典的なレッセフェールに徹していた。しかし、朝鮮戦争が勃発すると、国連による中華人民共和国への経済制裁が行われ、 中継貿易への依存ができなくなった。その代わり、中華人民共和国から中国共産党による一致独裁を避けた難民が流入し、彼らが安価な労働力となり、香港の製造業を支えた。加えて、ベトナム戦争の終結後に、南ベトナムからボートピープルが流入した。なお増え続ける香港への流入人口を食い止めるために、 1984年以降は、許可を持たない、中華人民共和国からの密、入国者は全て相関する政策が取られた。香港成長も大量に押し寄せた難民に対処する、過程で住宅供給や市街地の拡大に伴う、開発プロジェクトを行うようになる。ただし政府規制を極力抑え、低い税率を維持するなど過剰な経済への介入を、避けた。 これが積極的不介入主義である。1960年代には水不足危機に陥り、中華人民共和国の上がりへから香港に送水するパイプラインも築かれた。1970年代からは繊維産業を中心とする輸出型の軽工業が発達し、後に香港最大の財閥を率いる理科生のような企業化を排出する。 さらに1960年代以降の旅客機のジェット化、大型化を受けて、航空機による人と貨物の輸送量が急上昇し、香港が東南アジアにおける流通のハブ的地位を確立した結果、1980年代から1990年代にかけて香港は、シンガポール、中華民国、韓国と共に経済発展を遂げたアジア四省流あるいは、 アジアニーズと呼ばれるようになる。マーガレット・サッチャー首相1970年代に入ると咀嚼地深海の咀嚼期限が次第に近づいてくるため、イギリス政府は深海咀嚼の延長を中華人民共和国に求めたが、中華人民共和国は応じなかった。この頃には咀嚼期限問題にどのような結末をつけるかまだ誰にも予測できなかった。 その後1980年代に入ると、中華人民共和国の改革開放政策が進展し、香港の製造業は国境を越えて中華人民共和国側に進出。香港は金融、商業、観光都市となっていった。マーガレット・サッチャー首相はイギリスが引き続き、香港を植民地支配下におけるよう求めていたが、中華人民共和国は港人地校を要求して、 これに応じず、東昇平は、サッチャー首相に対し、イギリスがどうしても応じない場合は、武力行使や、給水の停止などの実力行使もあり得ると示唆した。サッチャーは予想外の東昇平の強硬姿勢にショックを受け、会談を終えて、人民大会堂を出るとき、足元がふらついたという。1984年12月19日、中英双方が署名した。 中英共同声明が発表され、イギリスは1997年7月1日に香港の主権を中華人民共和国に移譲し、香港は中華人民共和国の一特別行政区となることが明らかにされた。この中で中華人民共和国政府は、東商平が提示した一国両政政策をもとに社会主義政策を将来50年にわたって、 香港で実施しないことを約束した。この発表は共産主義の一党独裁政府である中華人民共和国の支配を受けることを喜ばない香港住民を不安に陥れイギリス連邦内のカナダやオーストラリアへの移民ブームが起こった。その後1989年に北京で64天安門事件が発生すると香港では民主派支持の大規模デモが行われ先制的で 強権的、かつ国民に対する武力行使も辞さない、中華人民共和国の本質が明確になったとして、再び移民ブームが巻き起こった。大部分の香港移民は、イギリス連邦の構成国であるカナダのトロントや、バンクーバー、シドニーやシンガポールに向かった。クリストファー・パッテン1990年4月4日、香港基本法が制定されると、香港人の不安は、一応、 人生化した。しかし1992年にクリストファー・パッテンが香港総督として着任すると主権以上を前に香港の政治的な民主化を加速させたため中華人民共和国との関係が緊張した。ただ、このような政治的動揺や移民の大量流出にもかかわらず、経済的には中華人民共和国資本の流入によって 主権移譲前の香港の不動産市場や株式市場は空前の活況を呈した。1997年7月1日に香港は正式にイギリスから中華人民共和国に主権移譲され最後の総督となったパッテンは香港を去った。パッテン時代に直接選挙を実施した立法局は北京が成立させた臨時立法会にとって変わられ、 中華人民共和国政府と深い関係にある富豪の統権家が初代香港特別行政区行政長官となった。これまで香港に君臨してきたユニオンジャックとエリザベス2世の肖像は姿を消し、五世後期が香港に翻った。香港は事実上、イギリス最後の植民地だったため、その変換はイギリスをはじめとする欧米の報道では、 史上最大の帝国だった大英帝国の終焉であるとされた。市民による民主化要求でも現在の香港の焼け主権以上後の香港では中華人民共和国が外交権と軍事権を掌握し、イギリス軍に代わって人民解放軍部隊が香港に進駐。これまでの英語、関東語ともに普通話も香港の実質的公用語となり、学校でも教えられるようになった。 しかし、基本的な社会経済制度は、一国二制度をもとに変わらず、法体系もイギリス領時代の古文論がそのまま用いられている。さらに、イギリスの植民地統治下では、言論や報道、表現の自由がほぼ保障されていたものの、主権以上後は中華人民共和国の中央政府による圧力のため、新聞や雑誌などに対する有形無形の 言論統制が行われるようになった上、選挙への露骨な干渉が行われることで、市民の不満が薄積するようになった。返還直前の香港市民の中には、イギリスの植民地から中国の植民地に変わるだけで、政治的な転換はないと見る者もいた。そのような中で、あまりにも中華人民共和国の中央政府寄りで、新しい行政長官を決める選挙は2005年7月に、 行われ、ソカゲ県が正式に行政長官に就任したものの、直接選挙による行政長官選出と、さらなる民主化を求める香港市民による抗議デモが数度にわたり、行われた。香港主権以上直後に始まったアジア通貨危機の影響で、香港の不動産価格は大暴落し、中華人民共和国との貿易の中継基地としての役割も次第に減少して、 香港の失業率は上昇、香港の衰退が囁かれた。とりわけ2003年には、関東省が発端となった SARS が、香港でも急速に拡大し、2000人が感染、299人が死亡する事態となり、観光客は激減、香港経済は大打撃を受けた。しかし、同時期に、中華人民共和国本土からの観光での来訪が解禁されたほか、 2005年9月には新香港国際空港近くに香港ディズニーランドがオープンし、香港への観光客は再び増加に転じた。さらに SARS やアジア通貨危機による経済への打撃を乗り越え、欧米諸国や日本、さらには中華人民共和国本土からの投資も増加し、現在では東京証券取引所に次ぐアジア第二の株式取引高を誇るなど、 東京やシンガポールと並ぶアジアにおける金融センターとしての地位を確立している。香港試験以上から12年を経た後の2009年に行われたアンケートでは香港人の2割のみが自分は中国人と認識していることが分かった。その後の2012年11月に香港中文大学電波民意調査センターが発表した調査結果では自分の身分を 中国人と答えた人は12.6%である。1997年の32.1%から大幅に低下し、調査を始めた96年以降で最低となった。一方で、香港人と香港人、ただし、中国人でもあるを合わせた、香港人の身分を優先する割合は65.2%に達し、過去16年で最高となった。 2013年、エドワード・スノーデンによって、NSA の国際的監視網が暴露され、香港の民主派、親中派、市民によるスノーデン支援デモも起き、香港政府の対応が国際社会で注目された。2014年、雨傘運動が起きた。2019年、中国本土への容疑者の引き渡しを可能にする逃亡犯条例、改正案の撤回を求め、 およそ200万人を超える反政府デモが起きた。このデモは、香港政府による法案の撤回決定後も収束せず、同年10月4日2967年の香港暴動以来52年ぶりとなる戒厳令に近い権限を、林定月が行政長官に与える緊急状況規則条例が発動された。2020年7月1日、中国政府は、 香港国家安全維持法を施行した。続いて同法に基づき男女10人を逮捕し、この他に禁止されていた集会に参加したとして、約360人を拘束した。翌年1月6日には、香港警察は、香港国家安全維持法に基づき立法会前、議員を中心に、初の外国人逮捕者となる、ジョン・クランシーを含む53人を逮捕したと発表した。 2021年1月23日、香港政府は新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、急流地区の一部を対象に香港発のロックダウンを行った。ありがとうございます。